ホンジュラス共和国、通称ホンジュラスは、中央アメリカ中部に位置する共和制国家。西に、グアテマラ、南西に、エルサルバドル、南東にニカラグアと国境を接しており、北と東はカリブ海、南はポンセカ湾を経て太平洋に面している。国境は、グアテマラとは1933年にアメリカ合衆国の仲裁により、 エルサルバドルとは1992年、ニカラグアとは2007年の国際司法裁判所の裁定により確定した。大陸部の他に、カリブ海岸に、スワン諸島、バイヤ諸島を領有している。首都はテグシガルパ。正式名称はスペイン語で、ラプーブリーカでホンジュラス。通称、ホンジュラス、オンデラス。1862年に正式に国名として決められた。 公式の英語表記は Republic of Honduras。通称 Honduras, n d j r s 日本語の表記はホンジュラス共和国。通称ホンジュラスホンジュラスは英語読みであり、スペイン語ではオンジュラスと発音する。この名の由来はクリストバルコロンが1502年にこの地に上陸しようとして、 船の怒りを下ろしたが、海底まで届かなかったため、この地を、オンドラと名付けたことによるという説が最も有名で、一般的であるが、その他にも北西部の海岸に、多くのヒカロの木が沈んでいたためなどの説がある。国庁混合インコ考古学の調査から、国内数箇所で、紀元前1万年前から同3000年に遡る、パレオインディアン期から、古期の居住痕跡が、 散発的に報告されている。しかし、人間居住に関する確実な考古学的証拠は、定住尊落が国内各地で成立するようになってからである。紀元前1600年頃のスラヘーゲン、ウルアガは川口域近くに存在したプエルトエスコンディドは国内最古級の定住遺跡である。先古天気段階では、オルメカ文明の影響力が強く、例えば、 北東部コロン県にある、クヤメル洞窟が、オルメカ文明に並行する、紀元前1200年から同400年頃に埋葬が、なされ、オルメカ様式の長首壺や、炎の眉を持つ蛇を刻んだ鉢などが確認されている。先古天気中期に奇形を持つナコは、ホンジュラス湾に注ぐウルア川の支流のチャメレンコ、川中流域のナコカ国にあって、長距離交易によって栄えた都市である。 この中国流域の特産物は、カカオケツアルドリの羽銅の交渉、金などであり、支配者たちを政治、経済的に支える必要な土地となっていた。やや時代が下り、前8 0 0年頃に国土の西端にあるモタグは川流域のコパンでもグループ、QN-8 などでやはり同様の遺物が確認されている。古天気中期から末にかけて、コパンより、 東方のヨホは古北岸にあるロスナ・ランホス、ホンジョラス中央部ラパス県に位置するヤルメラが建設された。校舎は30ヘクタールもの規模を持つ大センターで、現在のところ15基の建造物が確認されている。そのうち建造物101号は南北70メートル、東西110メートル、高さ20メートルに達する壮大なピラミッドであった。一方、 ロスナ・ランホスでは高さ19メートルに達するピラミッドが築かれ、周囲には幅20メートル、深さ7メートルで全長2キロを超える堀や防壁が巡らされた。祭壇級。左から2番目に初代キニチヤシュクックモをそれに向かい合っているのが16代のヤシュパサフである。古典記に入ると、モタグア川流域のコパンで426年に、 テオティワカンの影響を強く受けた人物キニチヤやュクックモーが新王朝を起こした。コパンの前世は、第十二代のケムリミシュと十三代の十八ウサギ内氏ワシャクラフン、ウバフカビィールの時で、神殿二二十一、二十二と、新しい球技場を築くとともに、モタグア川上流、ゲングアテマラ両東端の霧グアに、カウアクソラ内氏カックティリウを擁立し、 その誠意を誇った。しかし、738年に、当のカックティリウのために殺害され、以後、コパンは衰退することになる。しかし、15代の、煙界もしくはカックイピアフ、チャンカウィールの築いた、神聖文字の階段と呼ばれる神殿26号が753年に、完成し、16代のヤシュパサフが776年に16代に、 渡る王の肖像を刻んだ祭壇球を刻んだことが突起される。コパンが没落すると衛星都市が文章文字を持つようになって一時的に繁栄するが、古天気の終末までには放棄されていく。海賊からの防衛のためにスペイン人によって建設された要塞1502年にはヨーロッパ人として初めてコロンブスが4度目の航海で到来した。 1519年にスペイン人エルナンコルテスがアメリカ大陸に上陸。1521年のアステカ帝国征服の余生を買ってこの地も征服した。スペイン人がインディヘナを武力で服従させるとグアテマラ総督領として支配を行った。この地から豊富な金や銀などが産出するとスペイン人の植民が進んだ。 インディヘナの中で最も大きな反スペイン運動となったのは、レンピーラという菓子池が1537年に起こしたものだったが、この反乱が鎮圧されると以降植民地化が進み、ホンジュラスもグアテマラ総督領の一部に組み入れられた。1570年代に、テグシガルパ周辺で銀山が発見されたが、このブームはすぐに終焉した。中米連邦の擁護者、 フランシスコ・モラサン将軍19世紀前半にはインディアス植民地各地のクレオジョたちの間で独立の機運が高まった。1789年のフランス革命以来のヨーロッパの政治的混乱の中、ナポレオン戦争により1808年からスペイン本国でフランス皇帝ナポレオン・ボナパルトがブルボン朝のフェルナンド7世を退位させ兄のジョゼフを スペインを補正一斉に据えると、それに反発する暴動が起き、スペイン独立戦争が勃発した。インディアス植民地は義王への忠誠を拒否した。1811年から独立闘争が本格化し、1820年のスペイン本国で自由主義者によるリエゴ革命が起きた翌1821年9月15日にグアテマラ総督領が独立すると、 同年独立したアグスティン・デイクルビデ皇帝の第一次メキシコ帝国と合併した。1823年には中央アメリカ連邦共和国に加盟した。ホンジュラス出身のフランシスコ・モラサン将軍は自由主義のエルサルバドル派として連邦維持を目的にラファエル・カレーラ将軍の率いる保守主義のグアテマラ派との戦いを続けたが、1838年に 中央アメリカ連邦共和国が瓦解すると、ホンジュラス共和国として独立した。現在も、モラサン将軍はホンジュラスで紙幣に描かれるなど、英雄視されている。20世紀に入るまで、周辺諸国と国境紛争が頻発した。1855年、ニカラグアで、アメリカ合衆国南部人の海賊ウィリアム・ウォーカーが大統領になる事件があり、中米諸国は団結して、 ウォーカーを排除することに決めた。この国民戦争でウォーカーは敗北したが、その後ウォーカーは再び中米の主人となるためにこの国に上陸し、イギリス海軍に捕らえられ、トルフィー所で処刑された。1870年代からコスタリカを筆頭に、中米各国でコーヒープランテーションが発達するが、ニカラグアとホンジュラスでは人口が少なく、労働力が足りなかったために、 コーヒーは根付かなかった。独立後のラテンアメリカ諸国はどこも自由党と保守党の争いが続いたが、マルコア・ウレリオソト大統領は1880年に自由主義憲法を制定し、直接選挙の実施が保障された。また、ポリカルボ・ポニージャ大統領が1894年に制定した憲法では、中米諸国との連合の可能性が条文内に規定された。 アンドリュー・ブレストン1893年にニカラグア大統領となったホセ・サントス・セラヤの中米大共和国構想により、ホンジュラスはエルサルバドルと共にニカラグアと連合するが、グアテマラの干渉によって、この構想は水泡に返した。そのため、ホンジュラスでは代わりにマイナー・キースによってバナナプランテーションが形成され、最初にバナナ共和国と呼ばれる国になった。 キースは1899年にアンドリュー・ブレストンのボストンフルーツカンパニーと自分の事業を合同してユナイテッドフルーツ社を立ち上げ中米全体に君臨することになる。1907年にニカラグアのセラヤ大統領はホンジュラスに侵攻し全土を支配するがセラヤのニカラグア拡大を恐れたアメリカ合衆国の仲介によりホンジュラス大統領に ミゲル・ダビラが就任することで妥協がなされ、その後、この事件を処理するために、中米司法裁判所が設置された。1911年にマヌエル・ボニージャが反乱を起こすとダビラは失脚し、翌1912年にボニージャが大統領に返り咲いた。翌1913年にボニージャが死去すると、フランシスコ・ベルトランドが大統領に就任し、 1919年まで安定する。しかし、1919年に内戦が勃発し、ホンジュラスの内政は混乱に陥ったため、アメリカ合衆国がバナナ権益を保護するために内政干渉に乗り出すことになる。1920年代にホンジュラスは世界のバナナ市場の約3分の1を供給していたが、1928年末、 バナナ労働者虐殺事件が起こると、ユナイテッドフルーツ社で働く、バナナ労働者による労働葬儀が次第に活発になっていった。1929年10月24日の世界恐慌でバナナ産業が大打撃を受けた。この混乱を沈めるために1933年に、 ティブルシオ・カリアス・アンディの将軍がクーデターを起こして軍事独裁が始まり、アメリカ合衆国のバナナ会社との強い関係を背景に強権統治を行ったため、この独裁政権は17年間続いた。日本とは1935年にゴリヨシタカ発大中ホンジュラス日本公使が着任し、正式に外交関係が成立した。第二次世界大戦後の正常は、 不安定で軍事政権が相次いで成立した。また、アメリカ合衆国の石油会社がニカラグア国境付近で油田を発見したことがきっかけとなり、1957年5月、そモサ王朝体制のニカラグアと国境紛争を行っている。ホンジュラストーブが戦場となったこの紛争は、7月21日に問題を国際司法裁判所に提訴することにより、 解決が図られた。1960年に中米共同市場が結成されたが、ホンジュラスは工業国エルサルバドルの製品の市場としてしか扱われず、このことはホンジュラス人の不満を高めた。さらに1960年代末の時点で30万人ものサルバドル人がホンジュラスで不法移民として農業を行っていたが、ホンジュラス政府が 農地改革を行うと、この不法農業移民の問題が、両国の圧力をより大きなものにし、1969年には、エルサルバドルと、いわゆる、サッカー戦争が起きることになった。サッカー戦争後、1971年にホンジュラスは、エルサルバドル製品ボイコットのために、中米共同市場を脱退した。1974年9月19日、大型ハリケーン。 フィフィが北部を直撃。チョロマでは深夜に堤防が決壊して死者4000人以上の被害を出した。またサンペドロスウラは一時的に孤立した。全国の死者数は7000人から8000人に達したと見られている。1979年のニカラグア革命後、ホンジュラスはニカラグアのサンディニスタ政権に対するコントラの最も有力な基地となり、アメリカ陸軍。 アメリカ空軍、イスラエル国防軍、アルゼンチン陸軍など多くの反共国家の軍隊がホンジュラスに駐留した。1981年には民政移管に成功し、選挙の結果自由党政権が成立したが、その後もコントラの基地としての立場に変わりはなかった。続いて1985年にアスコナオヨ政権が成立するとアメリカに接近し、 軍事経済関係が強化された。1993年には、レーナ政権が成立した。1982年、政府は、共和国憲法第6条に基づき、公用語をスペイン語とし、スペイン語による学習指導の機会を増やしている。また、先住民言語を文化遺産の一部と評価、保護し、二言語教育を奨励し始めた。このような背景のもとに、 エスニック集団、ミスキート、タワカ、ベチ、トルパンなどは各自の言語保護運動を開始した。一方で、レンカやチョルティのようにその言語を失っている集団もある。先住民運動はこの数年のうちに各地の住民による組織団体が生まれている。その運動は土地問題と関わりが深く政治的紛争の火種になっている。第九十一代。 大統領不安をオルランド・イルナンデス大統領を原首とする共和制国家であり、行政権は大統領に属する。大統領の任期は4年で、再選は禁止されている。立法権は一員制の国民議会に属し、議員定数は128人である。司法権は最高裁判所に属している。現行憲法は1982年憲法である。 自由党と国民党の二大政党制が20世紀初頭から続いており、長い軍事政権の歴史もあるものの、基本的に現在もこの構図は変わっていない。保守的な国民性とされ、コスタリカほどではないものの、中米では比較的安定しており、1970年代から1980年代にかけて中米紛争の最中のエルサルバドルやグアテマラ、ニカラグアのような、 悲惨な内戦が起こることはなかった。ホンジュラスは中華民国を承認している。マヌエル・セラや中道左派の大統領ホセ・マヌエル・セラヤは政権延長、終身大統領を狙って憲法改正のための国民投票を6月28日に実施する予定だった。これに対して国会と最高裁判所は国民投票を違憲だとして大統領と対立した。 6月24日には、ロメオバスケス統合参謀本部議長を公決し、エドガルド・メヒア将軍を公認とした大統領令を出すが、翌25日に、これに抗議して、アンヘル・エドムンド・オレジャナ国防大臣も辞表を提出。数時間後に公決は向こうと最高裁判所からの宣告がなされ、対立が高まった。そして、国民投票が実施される当日、 投票が始まる1時間前になって最高裁判所が出した大統領逮捕令に従って軍部がクーデターを起こし、セラヤは大統領官邸で拘束の上、コスタリカへ移送され、ニカラグアに事実上亡命した。なお、大統領夫人は移送されず、国内に泊まっている。28日午後、セラヤと同じ自由党に所属するロベルト・ミチェレッティ、国会議長が 暫定大統領に就任した。7月5日、セラヤは、ミゲルデスコと国連総会議長を伴い、ベネズエラより、飛行機による帰国を試みるも、テグシガルパ国際空港は軍により閉鎖されており、帰国は阻止された。しかし9月21日に、セラヤは強行帰国に成功し、首都テグシガルパのブラジル大使館内に泊まった。国会。 裁判所を含むクーデター派は、セラヤが、左傾化を進めていることに反対してきた富裕層などの指示を得ているとされた。11月29日に行われた大統領選挙の結果、国民党から立候補したポルフィリオロボソサが当選を確実にした。しかし、選挙はクーデターで、国外追放されたセラヤ大統領を復帰させないまま、強行されたため、 中南米諸国の大半は選挙結果を認めず、セラヤの大統領復帰を求める立場を表明した。さらに12月3日、ラテンアメリカ議会は、ホンジュラス国会を資格停止にすることを決めた。また、中南米ばかりでなく、国際社会も選挙の正当性を疑問視している。12月9日、セラヤがメキシコに出国することが明らかになった。しかし、 暫定政権のカルロス・ロペス外相が国内テレビで出国を認めないと語った。メキシコ外務省は暫定政権の外務省から出国許可を取り付け、セラヤとその家族を品格として招待するとしていた。12月10日、セラヤは暫定政権から辞任を条件に出国することを求められ、それを拒否、出国は停止された。 セラヤ受け入れを表明していたメキシコ政府は、ホンジュラスの政治危機の解決に協力することを表明し、ブラジル政府は暫定政権を厳しく批判した。一方、北米、中南米35カ国のうち、米国、ペルーパナマコロンビアコスタリカの5カ国は選挙結果の承認へ傾いていると言われていた。またミチェレッティは、セラヤンが二千八年八月に加盟した米州、 ボリバル大大統合構想脱退を提案。同盟維持を主張するクーデター反対抵抗戦線とミチェルッティを支持する富裕層の間で対立が起きた。最終的に脱退は14日、国会で承認された。2010年1月27日、クーデターで成立した政権下の昨年11月の大統領選挙で当選したロボ大統領の就任式が行われた。 就任演説で、同大統領はクーデターによって引き起こされた不正常な状態からの脱出を宣言し、国際社会との関係修復に取り組む決意を表明した。しかし、就任式に国家元首が参加したのはドミニカ共和国とパナマのみであり、中南米諸国の多くは就任式に代表を送らなかった。同大統領は就任式直後、 ブラジル大使館に避難していたセラヤの出国を許可した。セラヤは、ドミニカ共和国のフェルナンデス大統領と同国へ、出国した。2013年の選挙では、国民党のフアンオルランドイルナンデスが出馬し当選。2017年の大統領選挙にも出馬し、再選を果たしたが、投票後に不正を訴える民衆がデモを行い、一時は、非常事態宣言もされる混乱も生じた。 ホンジュラス軍は兵員1万2千人ほど。徴兵制は廃止され、1995年から志願兵制が導入された。1999年、ホンジュラス軍は合い回復のために投入された。ロボ政権は2010年4月、東部のカリブ海岸カらタカスにアメリカの支援を受け海軍基地を新設した。また、カナウアティ外相は7月14日。 カリブ海上のラバイア諸島グアナハに新基地を建設すると発表した。ホンジュラスの経済的な首都3、サンペドロスーラの商業地区2013年のホンジュラスの GDP は約185億ドルであり、日本の鳥取県とほぼ同じ経済規模である。同年の一人あたりの GDP は2283ドルである。ホンジュラスは歴史的にニカラグアと並んで、 中央アメリカで最も貧しい国であり、西半球で10番以内に貧しい国である。また、世界銀行及び国際通貨基金によって、10債務貧困国に指定されている。GDP 成長は非常に緩やかであり、国民の半数以上が貧困線以下の生活を強いられていると推測され、失業者数は実に120万人近いと見積もられている。 それゆえジャイカなどによる経済支援が行われている。この国の経済はアメリカ合衆国資本がカリブ海岸熱帯低地で始めたバナナプランテーション産業に依存してきた。そのためバナナ共和国と世界で最初に呼ばれた国家であり、現在もそう呼ばれる。またバナナは多くの労働力を必要としたためサルバドル人の農業移民を引き寄せ、これが サッカー戦争の一員ともなった。ホンジュラス最大の産業都市3、サンペドロスーラの発展はバナナの発展によると言っても過言ではない。ホンジュラスの県ホンジュラスの地方行政は18の県とその下の298の市町村からなる。右側の数字はアルファベット順に並べている。アトランティダチョルテカコロンコマヤグア。 コパンコルテスエルパライソフランシスコモラサングラシアスは、ディオスインティブカイスラスデラバイアラパスレンピーラオコテペケ、オランチョサンタバルバラバジェヨロ1957年に、現在の18県となった。ホンジュラス人地理学者、ノエビネダ・ポルテージョは、自然地理的条件に、人文的要素を加味して、以下のように18県を6地方に分けている。中東部、 国土中央部の産地と山間部の盆地と首都を含む行政の中心区域。植民地時代に鉱山と牧畜開発が進められる。今日も農牧林業が盛んである。南部、中央産地南陸に広がる平野部。植民地時代には鉱山と牧畜開発が行われ、アグロインダストリーという必要メロンの生産を行っている。また、パンアメリカンハイウェイが通り、 太平洋岸の輸出交算ン連ンを有する。中西部、コマアグアヒラノと山岳地帯。ヒラノ部でセメント工業、食品工業が発達し、山岳地域でコーヒー豆、高原野菜、果樹を生産している。西部、全体に産地が広がる。トウモロコシ、コーヒー豆、タバコの生産と谷底ヒラノでは、牧畜が営まれ、アグロインダストリーが行われている。 北西部、山地と河川の働きによって形成された堆積平野とがカリブ海まで広がる。バナナ、柑橘類、砂糖、キビ、牧畜など多様な農業が展開している。この他金属、化学、セメント工業なども発達している。サンペドロスラは空港、幹線道路、鉄道の交差点であり、外交をプエルトコルテスは大西洋の主要港となっている。北東部、 カリブ海岸に卓越する堆積平野と島しょ部。人口密度が低く、バナナ、油やしなどのプランテーション農業が盛んで、観光開発が進行。主要な都市は、テグシガルパ、サンペドロスウラがある。ホンジュラスの地理ホンジュラスの標高図基本的に、熱帯であり、大雑把に言えば、ホンジュラスの国土は、南には、 太平洋に沿って北西から南東に向かって走る山岳地帯が、そして北のカリブ海側には平地が広がっている。南の山岳地帯では年間に雨季と寒気があり、標高が上がれば気温は低くなる。カリブ海側の平地地帯では一年を通して雨が多い。国土の80%弱を占める山岳地帯、特に国土主要部の標高1000メートルから1500メートルの 高原地域ではコハ春に近い気候になる。最も高い山はセラケ山であり、標高は2850メートル。地震による被害は少ないが、ハリケーンによる被害は他の中米、カリブ海諸国と共通である。例えば、1998年10月にハリケーンミッチが襲い、テグシカルパが属するフランシスコモラ3県だけで1000人以上の犠牲者が出た。 南西部カリブ海岸のニカラグアにまで続くモスキート海岸の一部であるモスキータ地方には未開の熱帯雨林が広がりプラタの川流域は世界遺産となっている。その他カリブ海に浮かぶバイヤ諸島は観光によって人々の生活が成り立っている。西からウティラ島、ロアタン島、グアラハ島の3つの島を中心とする周囲は グレートバリアリーフに次ぐ世界で2番目に大きい珊瑚礁であり、国立公園の指定を受け、ビーチリゾートとして発展している。また、地域的特色を持つ場所として、太平洋のフォンセカ湾などが存在する。主な住民は、メスティーソが90%、インディヘナが7%、黒人が2%、白人が1%となっており、圧倒的にメスティーソの多い国である。 先住民としては、かつてはコパン遺跡を築いたマヤ系の民族が多かったはずだが、現在は7つの公認された民族集団に分化し、特にカリブ海岸にミスキート族、レンカ族、黒人の影響のあるガリフナ族などの先住民がおり、ホンジュラスのミスキート族は、隣国ニカラグアのミスキート族と連続した社会を形成している。アフリカ系ホンジュラス人は主に、 カリブ海岸の低地に居住しており、多くは西インド諸島から植民地時代に移入された奴隷の子孫である。19世紀には鉄道建設やプランテーションでの労働力としてジャマイカからの黒人労働者の移住も進んだ。パレスチナ人、アラブ人、中国人、ベトナム人、日本人などの移住もあった。1970年代の半ばから、 多くのホンジュラス人が食を求めて海外に出て行ったため、ホンジュラス人の多くは、メキシコ、ニカラグア、スペイン、カナダ、そして特にアメリカが衆国に住む親戚を持っている。公用語はスペイン語であり、大多数の国民の母語である。その他にも、カリブ海側の黒人や、先住民によって、英語やミスキート語、ガリフナ語などが話される。 民族言語のおよその和者人口は、イスレーニオス2.2万人、ミスキート語3.2万人、ガリフナ語2万人、ペチ語、パイア人1500人、タワカ語のスモ875人、トルゴのトルパン350人、レンカとチョルティはスペイン語和者となっている。スペイン語と先住民言語の2、言語和者数は地域によりばらつきがある。一般的に男性に多く、それも若い世代に多い。 また、二言語教育が行われる地域が増えてきた。宗教構成は、カトリック、プロテスタント、その他である。2001年のセンサスによれば、15歳以上の国民の識字率は80%である。主な高等教育機関としては、ホンジュラス国立自治大学などが挙げられる。1990年頃までは、中南米諸国の中では、 比較的安全な国とされていたが、1998年のハリケーン、ミッチの被害及び、上記の2009年軍事クーデターによる影響で、失業者、貧困者が増加し、さらに麻薬組織による犯罪の増加もあり、治安は急激に悪化している。ホンジュラス国立暴力犯罪研究所の統計によれば、2012年の人口10万人、 あたりの殺人発生率は85.5と世界最悪の数値を記録している。特に北西部に位置するサンペドロスウラは世界で最も危険な都市であるとの呼び声が高く、2012年の統計で1218件の殺人が報告されており、1日に3人は殺害されていることになる。治安は徐々に回復しつつあるが、2018年時点で殺人による 死者数は10万人あたり41人であり、依然として紛争国並みの数値を示している。ホンジュラスの凶悪犯罪の中心となっているのは、マラサルバトルジャをはじめとするギャングであり、殺人、強盗、誘拐を起こすほか、組織間の銃撃戦により無関係の住民が巻き込まれることもある。二千十八年十月には、ホンジュラスから多数の移民希望者が陸路で、 アメリカ合衆国に向かうキャラバンが発生したが、参加者が移民を志す動機には貧困とともに、犯罪の増加というものがあった。同様のキャラバンは、2020年9月にも発生し、3000人以上が、徒歩やヒッチハイクでアメリカを目指した。コマヤグア大聖堂カリブ海側には、ガリフナ族のコミュニティもあり、彼らの音楽は、タンボールやマリンバを多用する。 著名な音楽家としてはギジェルモ・アンダーソンが挙げられる。サッカーは最もホンジュラスで人気のあるスポーツとなっている。ホンジュラス国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が一件、自然遺産が一件存在する。ありがとうございます。